分校生トリオと言われても多分ピンとこないと思うんですけれども、マジョーラっていうと あれねってわかる方多いと思うんですね。だからてっきり光の反射角で色がシフトする塗料のことをマジョーラっていうのかと思いきや、実はマジョーラといったら日本ペイント社が開発販売する分光性塗料のことで、日本ペイント以外が作った塗料はマジョーラではないんですよ。例えばこれストラクチャルフレアという名前で売られている塗料なんですけれども、マジョーラじゃないの、そっくりじゃんって思うじゃないですか。でもこれは日本ペイントが販売する塗料ではないのでマジョーラではないんですね。しかしマジョーラとストラクチャルフレア似ているのには理由があります。実はマジョーラもストラクチャルフレアも大元の顔料は同じところで開発されたクロマフレアという顔料なんです。元はといえばこのクロマフレアという顔料があって、その顔料を使って開発した塗料がマジョーラであったりストラクチャルフレアだったりするわけです。つまりですよ、このクロマフレアという顔料が手に入れば自分が好きなウレタン塗料に混ぜてスプレーできるんですよ。例えば僕の場合竿にスプレーしたいので、できれば2液性のウレタン塗料を使いたいんですね。だから1液性のマジョーラは選択肢から外れます。対してストラクチャルフレアの方は2液性のウレタン塗料としても販売しているので、僕が買うとしたらこのストラクチャルフレアになるんですけれども、できればクロマフレア顔料を手に入れてそこに好きなウレタン塗料を混ぜてオリジナルの塗料として使いたいんですよね。というわけでクロマフレアを注文したいんですけれども、私個人ですのでメーカーに注文して大量購入するわけにはいきません。少しだけ欲しい、あくまで小売りしてくれる問屋を探したかったんですけれども、これがなかなか見つからなくてですね、ドドン、僕がいいなと思ったのはシェンゼンカメレオンニューマテリアルテクノロジーカンパニーリミテッドというアリババ.comのネットショップでございます。お、これなんかすげえ綺麗じゃん。あれ？これもうまんまストラクチャルフレアじゃね？と思うくらい綺麗だなと思ったので、ここでですね、思い切ってスーパーカメレオンピグメントのいくつかの種類を買ってみました。早速でテストでいくつか吹いてみました。どうですか？かなり綺麗ですよね。で、実は私以前ストラクチャルフレアのプレミアムレッドゴールドという色をスプレーする機会がありまして、レッドゴールドって言われにオレンジからゴールドにシフトするような色合いだったんですけれども、もうねこれまんまですよ。今後ですね、竿の製作の方にもこの美しい顔料をですね使って作品作っていきたいと思いますので、また見てくださいね。というわけで今回案件でも何でもないんですけれども、クロマフレアとしか思えないような美しい顔料が小売りで買うことができますよということをね言いたくて動画を作ってみた次第でございます。またねー。